キクチャンネル。はい、おはようございます。キクチャンネルです。今日はね、2023年、5月6日土曜日、現在時刻はですね、朝の8時38分ですかね。はい、今ね、埼玉県八潮市を走行中でございます。今日はね、これからちょっとね、あの近場のライターズカフェを2軒はしごしようということでね、ちょっとあのお知り合いの、ダックス125に乗ってますチャモンパパさんとね、ちょっと計画しまして、まず最初ね、東京都足立区にあります、ツーリングポイントさんっていうね、ライダーズカフェさんがあるらしいんですけどね、ちょっとそちらで、9時からオープンみたいなんで、9時に待ち合わせということでね、向かっております。そこでね、ちょっとモーニングね、コーヒーだの飲みながら、くつろいでね、それからお昼頃にはまた2人で、埼玉県三郷市にあります、最近よく行く1414カフェさんの方にね、向かってランチをしたいなっていう、そういう計画でございます。はい、それでは本日もお付き合いの方よろしくお願いいたします。それではまたツーリングポイントさんに近づきましたら撮影を、再開したいと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、それではね、今埼玉県草加市まで来てますから、もう間もなくね、足立区に入るんですよね。はい、もう間もなくね、ツーリングポイントさんに到着ということでね、また撮影を開始しております。なんかもう、チャモパパさんは到着してるみたいなんでね、まだちょっと開店前なんですけど、向かいたいと思います。はい、まあ、大体ね、この通り沿いっていうことはね、下見して地図で見てね、分かってるんですけど、そこのあれかな、もう川だかなんか渡ったあたりがもう足立区かな。もうここ花畑だから、もうここ足立区、いや違うか、まだ草加市になってますね。花畑大橋北ってなってますね。はい、はい、もう間もなくツーリングポイントさんが見えてくるかなと思いますが、多分右手だったような気がするんだよな。さあ、どんなお店なんでしょうか。もう間もなくですね、いきなり出てくるかな。もうちょい先かな。なんかね、今日は風が強いんですよね、昨晩から。まあ、近場なんで大丈夫なんですが、結構ありましたね、距離的に。もうすぐかと思いましたけど、はい、了解です。こっちから行くとちょっとですね、右折して入るようになりますかね。確かその辺だよね、その辺だよね。ここだ、ここです、ここです。どこ止めたらいいんだろう、どこに止めるんだろう。こっちか、脇にありましたね。はいね、チャモパパさんのダックスが止まってます。はい、それでは、店内に行ってみたいと思います。なんか撮影されてますが、
はい、じゃあポチッとな。はい、それではね、今ツーリングポイントさんでね、アイスコーヒーと、チーズケーキをいただきました。でね、チャンパパさんといろいろ話しながらね、でお会計したらね、アイスコーヒーとチーズケーキでね660円だって、いやお安かったですね。で、あのマスターとかね、店員の方もね、ほんといい方でまた来たいなと思いました。はいね、ちょっと YouTube 載させていただきますよってお話をしたんでね。はい、それでは、今ねチャンボパパさんもね用意したんで、じゃあこれから1414カフェさんに行きたいと思います。 OK。 あ、ちょっと車来たな。さあ、それではね、また1414カフェさんのねそばまで行ったら、撮影をしたいと思います。はい、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、それではね、今埼玉県三郷市まで戻ってきまして、もう間もなくね1414カフェさんにね到着なので、また撮影を開始しております。後ろにねチャモパパさんのダックスが走っております。はいね、後ろからね撮影できないのはちょっと残念なんですけどね。はい、さあさあさあ、ねさっきも言いましたけどね、ツーリングポイントさんね、なんかね、なんかちょっとねハーレーとかねそういうなんかイメージのお店なんで、ちょっとねなんか小表のなんかマスターとかいるのかなと思ったらね、非常になんかね優しそうな、なんか人の良さそうなねマスターと、あとね明るい店員さんね、女性のスタッフの方がね2名ほどいらっしゃって、すごくねなんか雰囲気良かったですね。でお安いしね、なんか落ち着けていいお店だったですね。またまたぜひともね行きたいと思います。はい、でまたね例によって最近行ってます1414カフェさんもね、すごくいいお店なので、今日もねちょっと新作のメニューがね、またご飯物があるんで楽しみなんですよね。なんか最近ご飯物をねメニューどんどんなんか研究されてて、この間もねチャーハンとか、あとそば飯とかねぼっかけのね作られてたんですけど、なんか今度はね私の好きなケチャップとベーコンというね、なんか好きなものが入ってる、ケチャップライスがねなんか作られるということで、今日なんか作ってもらえそうなんで楽しみにしてるんですけども、はい。でまあね、ちょっと前もってマスターにもね明日それ食べたいのでって昨日言っといたんで、用意してくれてると思いますんで非常に楽しみでございます。はい、はい、でねちょっとこっちの裏道的なところから行った方が1414カフェさんはね入りやすいんで、はい、ちょっとねチャモパパさん一緒にいるんで入りやすい道の方がいいだろうってんでね、ちょっとこっちから行ってみますけど、ちょっと地元の人じゃないとねこの辺の道は分かりづらいと思うんですけど、さあ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 、今日もねライダーの方がねたくさん来るといいんですけどね。はい、しはい、左ですね。ここはね一時停止しないといけませんよ。よくねお前さんがねちゃんと見てますからね。いや、まあ、いようがいまいがねちゃんと一時停止はしなきゃいけないんですよ。はい、さあスーパービバホームが見えてきましたね。ここを左折すればもうすぐ1414カフェさんになります。はい、藤井ちゃんもパパさんも後ろついてきてますんで、はい、まあ、今日ね近場のねライダーズカフェということで、
ツーリングポイントさんとね、1414カフェさん、この2件をね、今日の動画で、載せたいと思いますけど、またね、機会があればチャモパパさんとね、また他のね、まあライターズカフェさんみたいなね、カフェさんをねちょっと回ってみたいなと思って今ね考えておりますので、よろしくお願いいたします。はいはい、ちょうどよかったですね。あ、なんとか入れるかな。今日は風が強いですけどね。はい、それでは1414カフェさんに到着いたしました。あ、今日マスター車ですね。ちょっと早く着きすぎちゃったね。あー、まだ営業してないけど、ちょっと待たせてもらおうかな、待たせてもらおうかな、すいませんね、ちょっと早く着きすぎちゃった、ごめんねマスター、早く着きすぎました。はい、それではまた後ほど。ね、1414カフェさんのね、開店待ちでね、の間に、チャモパパさんがね、隣の向かいのガソリンスタンドで燃料補給してきました。はい、それではね、入店したいと思います。はい、ポチッとな。はい、じゃあ入りたいと思います。おはようございます。じゃあまたいつもの席で座らせていただきます。トロの方がご飯に絡めて美味しかったので、はい、はい、このぐらいで食べます。オムライスの中身っていう、おいしい、作りました。うん、これはい、これですよ。はい、ありがとうございます、ね、あとベーコンが入ってます、うん、うまい、うん、ありがとうございます。はい、香りと本当に胡椒の胡椒が満ちます。はい、1414カフェさんで、チャモパパさんとね一緒に食事しましたんで、帰りたいと思います。どうも、まーす、いや、いろいろお話できて楽しかったですね。
さあさあよいしょ、ちゃんとカメラ映ってから、よいしょ、はい、トモパパさん、さようなら。さあ、私も帰ります。じゃあ、また来ます。さようなら。はい、そういうわけでね、今日は、まず足立区の、ライダーズカフェね、ツーリングポイントさんのね、チャモパパさんと待ち合わせで合流しましてね、非常にいいお店だったですよね。安くて雰囲気が良くて、また行ってみたいお店ですよ。はい、それでね、またそこから三郷まで戻りまして、いつもの、一音カフェさんでね、私はね、あの新メニューの、ケチャップライス、いただきました。目玉焼きのせで美味しかったですね。あとチャモパパさんもね、あの人気メニューのフレンチトーストね、食べてもらえてよかったなと思います。はい、いやー、もうゴールデンウィークもね、明日でおしまいなんですけどね。まあ明日は天気が悪いって言うんで、今日はね風は強かったですけど、まあ天気の良い中でバイクが乗れてね、いいお店2軒はしごできましたんで、大変満足です。はい、そんなこんなで、今日もキクチャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回も見てくださいね。さようなら。はい、じゃあ。